終わりました。何もかも、うん、じゃあ行くか。では最後にここにいる都築薫君の処分について話し合いたいと思います。その必要はありません。お世話になりました。あ、そう、ま、本人がそう言うなら我々の方で引き止める必要は全くないでしょう。ちょっと待ってください。彼のやったことは問題がなかったとは言いません。しかし今回のエクスチェンジキャンペーンでもちゃんとした売り上げがあるわけですし。社長、本当にもう結構ですから。じゃあまあそれはこちらで預からせてもらう。ただ一つだけよろしいでしょうか。なんだね。最近私は皆さんとぶつかることが多く、そのことに矛盾や寂しさを感じていました。しかし今回のことを通じて改めて気づいたことがあります。それはお客様に提供する側だと思っていた僕自身がお客様から多くのものをいただいていたということです。それは何だね。喜びです。ささやかながらこちらが差し出したものをお客様が喜びで返してくださる。そしてその喜びを受けてまたその気持ちをお返しする。その喜びがちょっと大げさですが回り回って世の中を良くしていく元になるというか、これこそがサービス業に携わる者の喜びというか醍醐味なんだということを知りました。 PSL は無駄な部署かもしれません。直接売り上げにつながるわけではない。しかしだからこそ大切なものが見えてくるのではないでしょうか。その PSL は今回をもってなくなるわけですが、私は今自信を持って言えます。今のハリーズに、いえあらゆる百貨店に最も必要なものはこの PSL のような一見何も生まない意味のない、しかしよりお客様の身になったサービスを提供できる場所なのだと。そしてそこでお客様が本当は何を求めているのか、その思いに触れること、それがサービスの原点なのだと思います。洋服を着るということに迷い傷ついているお客様に寄り添いながら我々が知ったのはお客様の心です。そしてそれを知ることにより考えさせられ、癒され、変えられていったのは僕自身でした。これまでこのハリーズ、そしてパーソナルショッパーズラウンジで働けたことに深く感謝します。ありがとうございました。それでは本日の会議は以上ということで。ちょっと待ってください。都築薫の処遇についてもう一度考え直していただくわけには。本人が辞めたがってる者はどうしろと言うんだ。社長、社長、いつこちらにお見えになったんでございますか。3日前だ。ジャンヌとの正式契約のためにな。さようでございますか。どうぞこちらにお座り。ありがとう。これはそのちょっとトラブルがございまして。さっきの男、彼都築君だっけね。あ、はい、うん、まあ、ちょっと声が聞こえたもんでね。あ、そうでございましたか。提供する立場だと思った我々こそがお客様からいただいていたか。は、彼の大演説だよ。まあ、かけなさい。
しかしよく喋る男だね。はい、もう次から次へペラ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 メンテで He is big mouse。 まあしかしああいう思想が開業当時のハリーズにはあったよね。サービスの原点を真摯に問う姿勢がね。社長、パーソナルショッパーズラウンジは潰すには惜しい部署です。それに都築薫も優秀な男で。その前に普通に爽やかな気分だね。